と。皆さんこんにちは、細川きみかです。小滝ひろみです。本日の近場キッチンは私たちが担当です。はい、頑張ります。今日は何を作るんですか？今日は某牛丼有名チェーン店のネギ塩豚カルビ丼を作ります。ネギ塩豚カルビ丼、今日はあれなんですね、がっつり飯、はい、担当なんですよ、細川さんは、はい、私ががっつり飯担当ということで、はい、頑張っていきたいと思います。はい、今日はいつも使ってるフライパンとちょっと違うんですよ。そうなんです。実はムースさんから販売されているフライアンという鉄板なんですけれども、なんとあの芸人のヒロシさんもチャンネル内で、はい、使われているという鉄板なんですね。はい、ちょっと私も持ってみたい。あ、どうぞどうぞ。ちょっと、あ、本当だ、なんかすごい結構重い、ぎっつりしてる、ぎっちり、はい、しかもなんか結構厚みもあります。そうなんです、うん、なんかいつものより熱伝導良さそうですね。そうですね、確かに、ね、これから料理するの楽しみですね。ね、どんなのが作れるのかちょっと楽しみです。はい、頑張ります。はい、では最初豚カルビ丼ということで、はい、まずご飯を炊いていきたいと思いますよ。ご飯ですね。はい、はい、ここでちょっとキャンプのこれから始めるよっていう人も多分動画を見てくださっている方の中にいらっしゃると思うので、ご飯をね炊く際の、うん、そのコツ教えちゃいたいと思います。お、で、まあ、研ぎ方もね、あ、あるんですね、やっぱり。そうなんですよ、ぐるぐる回しちゃうと、うん、ね、あのお米が飛んじゃうので。そうですよね、はい、確かに。あとそのやっぱりね、普通に研いでるとはまた違うので、うん、握るようにね、お米を研ぐっていうことを意識してもらって、で、この濃いめのね、研ぎ汁、まあ大体30分ぐらい煮立たせていただくと、うん、その容器自体がその水とその混ざりやすくなるっていうか、馴染みやすくなるんですね。はい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 。で、そのお米も焦げにくくなるので、ぜひあのこれからまあお米をキャンプで炊いてみようと思っている方は、ぜひ実践していただきたいなと思います。うん、へー、詳しくて、はい、なんか私も勉強に。いや、そのためのね、動画になればいいなと思って。研ぎ終わったかなってくらいになったら、お米を浸すんですね、30分ぐらい。あ、30分浸すんです。そうです。そうするとそのお米自体も乾燥していたものがちょっと潤って、はい、ご飯がとてもふっくらした仕上がりになるので。はい、というわけでお米が研ぎ終わりました。で、こちら先ほどお話ししたように少しだけ時間置きますね、はい、お米に潤いを与えるために。潤いを与えるために、おいしいお米の準備ですね。そうですね、はい、で、その間にこちらのボウルにネギ塩豚カルビ丼のタレを作っていきたいと思います。このタレがもう一番大事なんですよね。そうです、ここ一番大事です。はい、ちょっとやっていきましょう。はい、はい、じゃあひろみさん何か。はい、ネギ、まずネギですね。ネギ塩豚カルビ丼の醍醐味ですね。はい、もう入れてます。こちらネギ、はい、どのぐらいですか？どうしようかな、半分ぐらい、はい、はい、入れます。ネギはそのお好みな感じで、みじん切りにするもよし、これあのこちらみたいに輪切りというか、うんうん、はい、自分の好みのサイズで切っていただいて大丈夫です。半分ぐらいかな、もうこのぐらい、はい、結構こう見るといっぱい入ってますね。ネギこのぐらいです。はい、じゃあ次は、次は鶏ガラ。鶏ガラです。鶏ガラです。はい、鶏ガラスープ粉末です。はい、こちらもトントントンと、はい、はい、ちょうどいいかな、ちょうどいい、はい、これ大体どのぐらいの量なんですか？そうですね、お好みでも全然大丈夫なんですけど、こちら多分味は濃いめの方が丼物なのでいいと思うんで、これちょっと多いかな、多いかな、はい、おろし、あ、ちょっとニンニクのみじん切り のチューブ。そうですね、チューブ、これは便利なんですよ、とっても。私結構愛用してるんですけれども、うん、はい、サイズがねちょうどよくて、はい、そう、私さっきマヨネーズと間違えました。ちゃんとニンニクですので、はい、じゃあ入れてみますか。はい、入れます。はい、こちらはですね、小さじ1杯分ぐらい、もうちょっといいよ。はい、はい、もうちょっと、はい、よいしょ、
OK です、はい、次はね、はい、塩です。はい、塩は少々です。塩は少々、はい、少々、あちこさんです。少々、あちこさんです。あちこさんです。はい、すいません、私さっきちょっと入れすぎました、完全に思いのほかね、バーンなってね、ちょっととんでもなくね、かなりね、焦っちゃったんですけどね、これもね、醍醐味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 だから、取り除けるようにこういうスプーンはしっかりね、はい、持ってきてくださいね。そうですね、はい、ほんとすいませんでした。いや、大丈夫です、大丈夫で、次は、これか、ごま油。ごま油ですね。はい、ごま油です。ごま油は本当に香りが好きな方、苦手な方分かれると思うんですけれども、うん、まあ、香る程度に、香る程度に、一回りぐらい、一回りぐらい、はい、入れすぎないですね、うん、一回りね、そう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 、もうちょっと少なかったねはい、OK です。 OKOKOK、 はい、こんな感じです、ね、はい、はい、あと続いては料理酒です。ストップ、はい、ストップはい、水はだいたい 80cc って感じなんですけれども、はい、まあ、なじませた感じを見て判断していただきたいんです。はい、じゃあストップっていうね。はい、お願いします。どうぞ。はい、OK です。はい、で、これを混ぜますね。はい、あ、なんかいいですね、ネギいっぱい入ってて。そうですね、美味しそう、とってもいい感じですよ。ニンニク入れると本当香りがね、香りがね、うん、いいですね、うん、食欲を、はい、なんていうの、そそる、そそる、そうそそるかな、そう、美味しそう。はい、で、タレがこれで、まあ、完成。もうこれで完成なんですね。そうなんです。もう入れて混ぜるだけ、はい、ご飯を炊いていこうと思います。わー、楽しみですね。炊き上がりは、吹きこぼれが、うん、なんかわーって始まるんですけど、うんうん、それでびっくりしちゃって火から下ろしてしまう方が結構いらっしゃるんですけれども、うんうんうん、実はそれはそのままで大丈夫な、うん、はい、ではそろそろ炊き上がったみたいなので、わーい、新聞紙の上にですね、はい、ちゃんと、はい、下ろしていきますね。よいしょ、あ、もう重さがね変わってます。やっぱりもうふっくら炊き上がってるから、その分、はい、ではこちらを、まあ、丸められるんだったらちゃんと丸めて、でこちらはね蒸らしていきます。あ、で、こちらのお肉なんですけれども、油は敷かないで大丈夫です。あ、そうなんですね、はい、お肉の本来の油でもう十分なので、うん、フライパンは十分温めてから、焼き始めてください。私が作るからってちょっと待ってよ、私が作るからって。そうですね、手作りだとね、うん、嬉しいじゃないですか。そうそう、焼けました。はい、こんがり飴色です。はい、タレとお肉ができました。これをこれから和えていきます。はい、はい、では先にお肉を入れます。はい、じゃあタレを、はい、そのまま混ぜながら入れてください。混ぜながら、こうこうこう、うんうん、なるほど、はい、はい、入れます。ネギもね、ちゃんと残っちゃってるのも全部出しちゃってください。はい、お、跳ねるね、跳ねますね、結構。はい、じゃあ
していたご飯を見てみたいと思います。完成ですね。はい、どうかな、どうかな。ちょっとドキドキですね。ドキドキですね。いきます。あ、すごいすごいすごい、こんな感じです。え、超ふっくら、やばいっすね。素敵、いい感じですね。こんな感じ。お愛嬌ということですね。いい感じ。この鉄板がどれだけ、そうですね、しっかり熱を、熱伝導いいかな。間違っちゃったじゃない、なんか全然気にならない感じ。あ、本当。あ、よかった。あ、おいしい。あの、この焼き加減がね、ちょっと焦げてるかもって言ったじゃん。あのね、いい。すごいカリってなるんです。カリってなってる。私めちゃめちゃ塩入れる量間違えちゃったんですけど、なんかね、それもきみちゃんのおかげでいい感じの料理になってたし、なんかね、程よくしょっぱくて、香ばしい。そうそうそう、その感じがとてもわかる。あの、本当にね、これ夏、食欲ないみたいな、あるじゃないですか。食べれる。美味しすぎて。そうそう。あとご飯もいい感じで。すごい、本当にね、ふわふわしてるんですよ、ご飯が。すごい、こんな焦げないんだなって思った。こう簡単だから、ぜひ皆さんも作ってみてください。はい、はい、本日作ったネギ塩豚カルビ丼、いかがだったでしょうか。動画の概要欄にも、レシピを細かく掲載しておきますので、皆さんぜひ作ってみてください。簡単なので誰でも作れます。作ってみたらぜひ Twitter のアカウントの方に送っていただけると私たちも嬉しい。嬉しい。すごい嬉しくなれるので、ぜひよろしくお願いします。はい、そしていいねボタンもよろしくお願いします。コメントも待ってます。よろしくお願いします。じゃあまたねー。またねー。